リディアイ作は、モルドバ共和国の歌手である。1993年に、ロシアモスクワで生まれ、その後両親の出身地である、モルドバ共和国へ家族と共に移住する。7歳から、音楽学校でピアノを学び、その後音楽、舞台芸術及び美術アカデミーにて歌唱を学ぶ。2006年、ブルガリアベリコタルノボで開催される若手向けの、 音楽祭スレブルなヤントラで特別賞を受賞。2007年には、モルドバ共和国のフランス語、シャンソンコンクールシャントゥン、アミ、で優勝するなど、各種の音楽祭で経験を重ねていった。2013年、音楽プロデューサーのセルゲイオルロフが次世代スターを発掘するというコンセプトのテレビ番組、スターメーカーに出場する。同番組で、 選考過程を勝ち抜いたリディアイサクとアレクサンドラ・ドゥルクはデュオ・グラムガールズとしてデビューを果たす。グラムガールズとしてユーロビジョンソングコンテスト2013及び2014のモルドバ共和国代表選考に出場するが、それぞれ決勝12位、14位に終わる。また、グラムガールズと同じくセルゲイ・オルロフがプロデューサーを務めるサンストローク、プロジェクトとも多数共演した。 2016年5月にスウェーデンストックホルムで開催されるユーロビジョンソングコンテスト2016のモルドバ共和国代表を務め代表曲ホーリングスターズを披露する。ありがとうございます。